マイクロマウス。マイクロマウスとは、コンピュータ、大抵は、マイクロコントローラを搭載し、自律制御で、未知の迷路を走破して、ゴールへ到達するまでの時間を競う、ロボット競技及びロボットの名称である。ロボットの個体を指す場合は、単に、マウスと略すことも多い。この競技ではロボットが 18cm18cm 18を1マスとする1616 16マス。 高さ5センチメートルからなる迷路を、迷路の外周深くに設けられた視点から、中央部のゴール地点まで、外部からの無線操作や、事前の迷路情報入力なしに走破し、ゴールに到達しなければならない。またこの迷路の壁を飛び越えても破壊してもいけない。ロボットの大きさは幅2 5センチメートル奥行き2 5センチメートルの枠内、高さ制限なしに収まらなければならず。 内燃期間や外燃期間を使用できないなどの制限があり、これらの条件を満たしたロボットでいかに早くゴールにたどり着くかを競うものである。超音波センサーや光センサー等からの情報をもとにロボットをいかに効率よく動作させるか、また正確に動作するかが重要なポイントとなる。マウスの名は動物行動学の分野において、 同様の迷路実験をネズミで行うことが由来である。2009年の第30回全日本大会からハーフサイズマイクロマウスと呼ばれる新しい競技が導入された。従来の 16X16 16の迷路から新しい競技では面積は同じだが 32X32 32の迷路になった。角区画と壁の寸法は小型化され新たな挑戦を生み出した。 蒸気の制約を満たしていれば、部品、構成の制限はないが、狭いメ路を高速で移動するため車輪を使用したロボットが基本である。また基本的に小型、軽量である方が、旋回時に有利であるため、物理的、技術的な制約内で、システムとしてまとめる、技術力が要求される。近年では、重量 11g のロボットもある。ステッピングモーター、または、 DC モーターが主流である。制御性の良いステッピングモーターの利用が多かったこともあったが、近年は小型、軽量化のため、また、ステッピングモーターを使っても、結局、脱腸やタイヤのスリップ等のために、センサーによる検出が不可欠であるため、DC モーターを使用するロボットが増えている。ニッケル水素電池、またはリチウムイオン電池、他のロボット競技では、 使用不可の場合もあるが、マイクロマウスでは使用可能が主流である。マイクロマウス競技では事前に迷路の情報が与えられないため、最初の走行でロボットは何らかのアルゴリズムを用いて、未知の迷路を走行しゴールまで到達しなければならない。有名なアルゴリズムとして、常に左壁に沿って進む左手法があるが、マイクロマウス競技ではゴール地点が迷路中央にあるため、 このアルゴリズムではゴールまで到達することはできない可能性がある。そこで左手法を拡張した拡張差手法や足立氏が考案した足立法アルゴリズムが用いられている。また多くの大会ではスタートからゴールまでの経路が複数用意されているが最短経路が最速経路とは限らないため距離が長くても直線が多い方が早いなど。 得られた迷路情報からロボットの性能に合わせて最速となる経路を探さなければならない。この探索アルゴリズムで一般的なものとしてベルマン塗りつぶし法、ダイクストラ法、A 探索アルゴリズムと時構造アルゴリズムが用いられる。規定時間以内に定められた回数2010年現在では通常5回の走行が可能であり、その中で最短の時間を記録とする。 通常は1回目の走行でメ路ルを探索し、2回目以降に最速経路を走行する。規定時間は大会によって異なるが、2010年現在では5分から10分程度である。従来からの種別で一般的にはこちらの競技を表す。基本的に IEE が提唱した時と同じため国際規格と言える。具体的な規定は、 マイクロマウスクラシック競技規定を参照。1マスを従来の1、2である9センチメートル9センチメートルに縮小した競技。また迷路サイズが最大32、32区画、ゴール位置が可変、大会前に告知などの変更がある。技術の進歩により、迷路の大きさより、はるかに小さいマウスが登場するようになったため、新たな技術課題として、 ニューテクノロジー振興財団から提唱された。日本では2008年のプレ大会を経て2009年の第30回全日本マイクロマウス大会から正式競技として実施されている。具体的な規定はマイクロマウスハーフサイズ競技規定を参照。近年では様々なロボット競技が行われているがマイクロマウスは 幅広い参加者による大会が開かれているものとしては、最古の部類に入る。競技としてのマイクロマウスは1970年代に始まったが、単発的なイベントとしては1950年に開催された。世界中で開催され、イギリス、アメリカ合衆国、日本、シンガポール、インド、大韓民国、台湾で開催される。1977年に、 IEEE、e、米国電気電子学会が提唱したことに始まり、日本では1980年により、ニューテクノロジー振興財団が全国大会を主催している。上述の通り、2009年から新たにマイクロマウス、ハーフサイズが追加された。全国大会以外に各地方支部の大会と学生大会が開催されている。地区大会に参加しなくても、 全国大会には出場可能であるが、地区大会で決勝進出権を取得すると予選が免除される。確認されている限り、シンガポール、韓国、台湾、アメリカ、イギリスで開催されている。相対的に他のロボット競技と大きく違う面があるが、これはもともとマイクロマウス競技が存在していたため、他の競技がマイクロマウスと違う方向を施行した。 同じようなものを複数やってもあまり意味がないためということも背景にある。競技時間や走行回数、バッテリー交換の有無等の変更はあるものの、基本的には1977年の提唱時から変化していない。そのため、30年前のロボットがそのまま現在も参加可能である。また、一つの機体を数年間かけて開発できることから、 純粋な技術的チャレンジをしやすい、ルール変更が多い競技では、開発中に出場できなくなってしまうこともある。例えば、他の競技では、大きさや重量、使用する部品の制約が存在するが、マイクロマウスの場合は事実上存在しない、大きさ制限はあるが、基本的に小さい方が早い。バッテリー以外の内燃期間も同様。 そのためハードウェアの自由度が非常に高く、以下のように様々なタイプのロボットが参加している、していた。また、1マスの正方形よりも、ロボットの大きさ制限の方が大きいので、壁よりも外に、センサーの発光部ないし受光部を置き、壁に遮られているかどうかを検出する、という単純で確実な方式を使うことができる、初期には、そのようなロボットが多かった。 これら自由度の高さにより、プロセッサやセンサ等の技術進化をそのまま、マイクロマウスに反映させることができるため、三十数年経過した今でも早くなり続けている。マイクロマウスは速さを競う競技であるが、自律走行でゴールまで到達しなければならないため、安定性も要求される。そのため小型軽量のハードウェアだけでなく、これを安定して走行させるソフトウェアも必要となる。 また道の迷路を探査しながらゴールまで到達しなければならないことから制御だけでなく経路計画も含めた規模の大きいソフトウェアが必ずとなる。さらに通常の大会ではゴールまでの経路が複数用意されており単純な最大経路が最速経路とは限らない距離は長いが直線が多い等。そのため力学的な制御にとどまらず走行特性に基づいて 最短ではなく最速経路を算出するストラテジ。ー、さらにはそれらをマイコンの限られた計算資源で実現する実装技術も要求される。上述のハードウェアソフトウェア双方の技術が要求される競技用ロボットの中では規模が小さいため組み込みシステムの技術として個人が全体を システム設計してメカからソフトウェアまできちんと作ることのできるギリギリのサイズである。大学生が主であるが、中、高校生や社会人、現役エンジニアも多数など10代から60代までの幅広い年齢層が参加している。大会の歴史が長いため、参加歴10年を超える子さんの参加者も珍しくない。マイクロマウスは マイクロプロセッサプログラミング等のソフトウェア面からセンサーアクチュエータなどメカドロニクスのハードウェア面まで総合的な技術が必要となるため高校、大学や専門学校、企業において教育、研修として参加している団体も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。